衣食上望月聡子さん、あなたを一日警察署長に移植します。令和5年5月22日愛知県中村警察署長、堀部康弘、よろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。お願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。じゃあお示しします。はい、ありがとうございます。お金を騙し取られます。電子マネーを買っては詐欺。焦らず家族や知人、警察に相談しましょう。現在春の安全化が続く日本人運動。私はメーテレアナウンサー、そして今年度はメーロメロアンバサダーを務めております、望月聡子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは望月社長、ただいまより望月社長とお呼びさせていただこうと思います。それではこの後、本日被害防止を訴えるですね、特殊詐欺などについてお集まりの皆さんとクイズ大会をしていきたいと思います。皆様もぜひご参加ください。それでは望月社長、よろしくお願いいたします。はい、ではちょっとこんなにお客さんいらっしゃる中でクイズ大会してまいります。あのですね、もちろん今日は一日警察署長を務めさせていただいているということで、それに関するクイズもしていくんですが、まずは私が勤めておりますメーテレのことも皆様に知っていただきたいので、メーテレクイズをさせていただきます。よろしければ皆様、2択とか3択で出させていただきますので、正解と思う方に手を挙げていただけると嬉しいです。それでは第1問、じゃじゃん、メーテレは何チャンネルでしょうか。知ってらっしゃる方いる。 A6 チャンネル、 B11 チャンネル、どちらでしょうか。では A の6チャンネルだと思われる方、手を挙げてください。多いですね、多いですよね。 B の11チャンネルだと思われる方はいない。ありがとうございます。正解は A の6チャンネルです。ありがとうございます。皆様がいつもチャンネルを合わせてくださっている証拠だと思います。メーテレは地デジ放送になって6チャンネルになりました。アナログ放送の頃は11チャンネルでした。皆さん6チャンネル見てくださってありがとうございます。では第2問、私望月聡子のあだ名はどちらでしょうか。 A もっちー、 B おもちどちらでしょうか。難しいですね。もっ
ちーかお餅か正直どちらでもいいよって思っていらっしゃる方いるかもしれませんが、一応番組内でよく出てくるあだ名があります。では A のもっちーだと思う方。あ、所長もありがとうございます。続いて B のお餅だと思う方。残念残念、正解は A のもっちーでした。ありがとうございます。はい、そうなんです。でもどっちで読んでいただいても私は嬉しいです。続いて第3問。ここにいるのはコモハ警部、皆さんご存知ですよね。ですがメーテレのマスコットキャラクターの名前は何でしょうか。 A ピオリン、 B ウルフィー。皆さんご存知でしょうか。あ、今日はですね、そのマスコットキャラクターのグッズを持ってきてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そう、ちらほらとありがとうございます。 ありがとうございます。では A のピオリンだと思う方、 B のウルフィーだと思う方、ありがとうございます。皆さん大正解、 B のウルフィーが正解です。ウルフィーは羊の皮をかぶった狼。あ、見覚えある方いらっしゃると嬉しいんですが、茶色の狼さんがモコモコの羊の毛皮を着ている、そんなキャラクターです。だから強くもあり優しくもあるメーテルにぴったりのキャラクターなんです。朝の情報番組のドデスカや夕方のアップのお天気コーナーに登場していますので、ぜひ6チャンネルでご覧ください。ではメーテルクイズ最後です。あの、帰らないでくださいね。まだこの後大事なあの警察関連の話もありますので、もう一問だけメーテルクイズさせてください。第4問、メーテルのキャッチコピーは何でしょうか。 A メロメロメーテレ、 B ウッキウキメーテレ。これは見たことないとちょっと難しいかもしれませんが、では A のメロメロメーテレだと思われる方、ありがとうございます。続いて B のウッキウキメーテレだと思われる方、残念残念です。正解は A のメロメロメーテレでした。皆さんどうもありがとうございます。あの、私が毎週月曜から木曜の深夜に担当しておりますあなたのメロメロという番組がありまして、そのタイトルにもなっていますし、その番組の最後には必ず私があの地元に今日も地元にメロ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 ポーズ、ちょっとしづらいんですが、頭の上でハートポーズを作るメロメロポーズというのもありますので、よろしければ深夜の番組をご覧になった際は一緒にテレビの前でメロメロポーズしてみてください。では本題に参りましょう。どうもありがとうございました、お付き合い。では今日は特殊詐欺防犯関係のクイズをしてまいります。ここからとっても大事なお話になりますので、ぜひ本気で真剣に考えてみてください。では私から出題させていただきます。答えはですね、もう一番詳しい所長にお願いしようと思っております。では皆さん考えてくださいね。第1問、特殊詐欺の被害者のうち高齢者が占める割合は何割でしょうか。 A 5割、 B 7割、 C 9割。さあ、特殊詐欺の被害者のうち高齢の方が占める割合は何割でしょうか。5割、7割、9割の中で考えてみてください。では A の5割だと思われる方、半分という方はいらっしゃらない。では B の7割と思われる方、はちらほらと手が上がっていますね。7割。では C の9割、どんどんですね、9割だと思われる方、は結構いらっしゃいますね。では答えと解説を森部所長お願いいたします。はい、ありがとうございます。答えは9割。
C の9割が65歳以上の高齢者となっております。かなりの割合ですよね。はい、かなり高い割合となっています。ほとんどの方が65歳以上という形になっております。ただし注意していただきたいのは、最近はサポート詐欺というのも発生しておりますので、これはあの若い方がパソコンにウイルスを送りつけてくるというものもありますので、十分に皆さんが気をつけていただきたいと思います。となると逆に若いからこそ引っかかってしまう詐欺もあるということで、本当に全年代で注意して戦っていかなければいけませんね。では続きまして第2問。特殊詐欺に遭った被害者のうち、自分は被害に遭うかもしれないと思っていた人は何割でしょうか。 A 2割 B 5割 C 全員。さあいかがでしょうか。実際に特殊詐欺に遭ってしまった被害者の方で、自分は被害に遭うかもしれないと予測していた方、そんな風にちょっとでも感じていらっしゃった方は何割でしょうか。2割、5割、全員の中から選んでください。それでは A の2割だと思われる方いらっしゃいますね。 B の5割だと思われる方、では C の全員だと思われる方、はい、それぞれ少しずつ同じくらい手が上がりました。それでは所長、解説をお願いいたします。はい、被害に遭うかもしれないというふうに考えていた人はたったの2割だけです。2割だけ。逆に言えば8割の方は特殊詐欺のことは知っていたけど、自分がかかるわけない、自分が騙されるわけないと8割の方が思っておったということになりますので、本当に注意が必要だと思います。そうですね、日々やはりニュースなどで特殊詐欺関連の話って聞くかと思うんですが、どこか人事だと思ってしまうのかもしれませんね。ぜひ自分のこととして捉えて注意するようにしてください。では第3問。特殊詐欺の犯人は暴力団等の反社会的勢力の構成員である。これは丸か×かでお考えください。ちょっとお子さんたちには難しい言葉かもしれませんが、ご家族と一緒に考えてみてね。特殊詐欺の犯人は暴力団等の反社会的勢力の構成員である。丸か×か。では丸だと思う方、あ、はい、いらっしゃいますね、ちらほらと。ありがとうございます。続いて×だと思う方、はい、×だと思う方もいらっしゃいますね。では答えを森部社長、森部所長、社長と言ってしまいました偉い人には間違いありません。森部所長お願いいたします。はい、答えは×であります。全員が暴力団とかそういう反社会的な勢力のものばかりではなく、最近では闇バイトで、雇われた、バイト感覚で雇われた若い人、未成年もおります。でちなみに5月18日の時点で中村警察署でも受け子というのを、特殊詐欺の受け子、現金を受け取りに来る者、これを逮捕しておりますが、これは無職の18歳少年であります。18歳少年。で昨年度になるんですけれども、昨年度特殊詐欺に加担した少年、これは全被疑者、逮捕した被疑者の中の 10% は少年被疑者でありましたので、反社会勢力だけとは限らない、注意が必要だということです。ありがとうございます。つまり被害者になる可能性だけでなく、加害者になる可能性もあるということを意識していかなければいけません。続いて第4問です。特殊詐欺の犯人はどのように犯行の実行犯を集めるのでしょうか。 A 友人や知人からの紹介や勧誘、 B SNS、 C 求人サイト。さあ特殊詐欺の犯人はどのようにして実行犯を集めるのでしょうか。では A の友人や知人からの紹介勧誘だと思われる方は、もうあまりいらっしゃらないですね。ほとんどいらっしゃらないですね。続いて B の SNS だと思われる方、はい、ちょっと増えました。では C の求人サイトだと思われる方、はい、こちらも挙げてらっしゃる方いますね。
ではさあ答えはどれなんでしょうか。所長お願いいたします。はい、答えは全部です。ちょっと引っ掛けでしたね。ちょっと引っ掛けで申し訳ないですけど、答えは全部です。口コミだとか、まあ、あの友達の紹介、こんないいバイトがありますよ、口コミによる紹介、それから SNS、 これ SNS 主流になってきますけれども、 SNS での紹介、あとは求人サイト、求人サイトでもですね、わずか1回荷物を運ぶだけで1万円、時給1万円だとか、高額バイトで募集していく、そしてそれで応募してきたもの、これを使い捨てにすると、そういうことも発生しておりますので、十分に注意が必要であります。ね、人を使い捨てにするっていうのは本当に恐ろしい言葉だと思うんですけれども、まさにその通りなんですよね。とにかくうまい話で、ね、釣ろうとしてくるわけですので、そういった話には乗らないようにしてください。では第5問です。闇バイトは捕まらないし、辞めたいときはすぐに辞められるから、やっても大丈夫である、丸か×か。じゃあこれはお子さんも一緒に考えられるかな。闇バイトは捕まらないし、辞めたければすぐに辞められるから、やっても大丈夫、丸でしょうか×でしょうか。では丸だと思う方。はい、誰もいませんね。続いて×だと思う方。はい、あ、お子さんもしっかり手を挙げてくれてるね、ありがとう。では所長、解説をお願いいたします。はい、答えは×であります。一旦犯行に加担してしまうと、そこから抜けられないという状態になります。なぜならいろんな個人情報も相手に与えてしまったりしておりますので、一旦仲間に入ってしまいますと、もし裏切るなら家族の元へ行くだとか、そういうふうに脅されたり、絶対に抜けられなくなりますし、必ずそこは私たちが捕まえるように努力していきますので、本当に抜けられなくなりますので、絶対に加担しないようにしていただきたいと思います。逮捕されるまでやめられないし、絶対に逮捕もされるっていう、本当に危険なことに足を突っ込むことになってしまいます。闇バイトには絶対に関わらないようにしてください。さあ、それでは最後の問題です。特殊詐欺の被害に遭わない、犯行に加担しないためにはどのような対策が有効でしょうか。 A 電話に出ない、 BSNS やメッセージを無視する、 C 家族と会話していつでも相談できるようにしておく。さあ、特殊詐欺の被害に遭わない、犯行に加担しないためにはどのような対策が有効でしょうか。 A の電話に出ないだと思われる方、はい、手が上がっています。 B のSNS やメッセージを無視するだと思われる方、はい、C の家族と会話していつでも相談できるようにしておくだと思われる方、はい、それぞれに手が上がりました。では最後のクイズ、所長答えをお願いいたします。はい、これもあの全てであります。また引っ掛けでしたね。また引っ掛けでちょっと申し訳ないんですけど、全てのことで、あの多くの場合固定電話、まあ、家にある家電というものですが、ここに犯人グループが電話をかけてきております。なので電話に出ないように常時留守番電話設定にしておいて、知っておる人だけに出るとか、それから今はあのナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト、いろんなサービスもありますので、ナンバーディスプレイサービスのついた機能のついた電話機に交換するとか、やっぱり電話に出ないということが一番になってきます。そしてあらゆるいろんな請求を無視する、 SNS 無視する、メールが勝手に入ってきます。あなた未納料金がありますよ、こういう形で未納料金があったんじゃないですか、もしあれば裁判になりますよ、そういう状態で心配させてきます。そしたらもしかしたら何かあるかなっていうことで、そこに連絡してくださいっていう電話があったりするので、そういうのは無視する、身に覚えのないものは無視しといて結構です。そんなの全然身に覚えないことが来るんですから、そういうのは無視する。それからそういう話があれば、やっぱり家族、警察に一回相談してもらうと、そこで自分の心の余裕もできますので、そういう家族、警察、友達でも誰でもいいんですけれども、一旦そこで時間を間を置くということが大切なので、そういう話せる人がそば身近にいてもらえるとありがたいということで思っております。
っしゃる通りですね。ウサギから身を守るためにはやはり団結することがとても大切です。家族と会話していつでも相談できるようにしておくこと、大切な家族を詐欺の被害や破綻からも守るために絆を深め、些細なことや言いにくいことでもすぐに言えるような環境にしておくこと、もし今ですね詐欺の被害に遭って困っている方や闇バイトから抜け出せなくて困っている方がいらっしゃったら、勇気を出して家族や警察に相談してください。被害者となる高齢者の皆さん、実行犯となってしまう若者の皆さん、全世代が特殊詐欺に関心を持って、特殊詐欺の被害に遭わない、加担しないという強い思いを持っていることが大切です。つまり今ここにいる全員が人ごとではないということです。どうでしょうか、今のクイズを通して自分も関係あるかもしれないなと思ってもらえましたか。大丈夫でしょうか。その気持ちをぜひ忘れずにお願いいたします。ではクイズは以上とさせていただきます。望月社長ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。お集まりの皆様もご協力ありがとうございました。それではキャンペーンの最後に望月社長から皆様に向けてご挨拶をお願いいたします。はい、本日は短い時間にはなりましたが、一日警察署長を務めさせていただきました。どうもありがとうございました。先ほども申し上げましたが、決して人事ではないということが私自身も大変勉強になりました。今日知ったことはぜひお家にお帰りになったら、ご家族や周りの方にもお伝えになっていただけますと幸いです。そしていつも町の平和を守ってくださっている中村警察署の皆様にも改めて御礼申し上げます。我々テレビ局も日々の行動を通じて少しでもそのお手伝いをしていければと思っている所存でございます。本日はありがとうございました。メテレアナウンサーの望月さとこでした。